石尾田です。先ほど、準備しましたもみを、今から蒸留します。沸騰が始まるまで10分ほどカットしておりますので、もうすぐ沸騰が始まる状態です。今回は水の量は多めに 550cc ぐらいですかね、入れてます。もみは葉と小枝約 180g、200g ぐらいは入ると思うんですけども、やはり蒸気の流、通りにですね、良くするためにちょっと減らしてます。特にこれもみは硬いので詰めても大丈夫ですが、温まることによってですね、その柔らかくなって下に落ちて、蒸気を塞ぐということはないので構わないですが、オレンジの皮などをされる場合は注意してください。湯がいたような状態になりますので下に落ちてきます。生葉ですので、基本的にこの機械では、水蒸気蒸留ということになります。沸騰が始まりましたら、だいたい時間的には他のものと同じなので、途中一度切りまして、前半後半をつなげた形でお見せできると思います。ここですね、まだ全然ないです。葉と幹と樹木ですね、葉とリーフと樹木とどちらがいいのかちょっと判断に困るところなんですけども、私の場合はヒノキとかモミとかは、この小枝とリーフを使っています。樹木、幹の方も使うことはあるんですが、やはりちょっと香りが鈍いというか、今ちょうど暑い時期ですので、もう少し鮮烈な香りの方がいいというふうに思います。特にモミは、この機械を使っても非常に難しいです。蒸留は簡単なんですが、蒸留後の、香りの変化を調節する保管が非常に難しいように思います。今まで何度も失敗しています。ですから今回も含めてですが、一度蒸留しましたらその都度ロットを変えます。これで 250cc 取りましたら瓶を変えて次のものは一緒に重ねることのないようにしています。どういう状況か、まだ研究不足というか、蒸留は同じようにできますが、その後の管理によって匂いが非常に変わります。それと、若葉とか、背の低いまだ若い木から葉を取ることはどうやら避けた方がいいようですね。成分が若干違うように思います。成分が違うので蒸留がうまいはいかないのか、香りが薄くなるのか、同じグラム数を入れても香りが微妙に変わってしまい、最終的に出来上がる商品は、全く違うもの、販売できないようなものになったりします。この機械は販売クラスの、ものが取れるように設定していますので、サロン様などで、商品を作られて実際販売されるのも問題ないかと思います。そのあたりのサポートも私どもではやっております。と始まりました。ここでまだちょっと今日は湿度が高いので結露してますね。ここがね、冷やしているのでちょっと結露してます。まだ蒸気が回ってきてません。冷却水は相変わらず夏場ですので氷を入れてます。冷却水はとにかく冷やしてお使いください。全く出来上がりのものが変わってきますので、冷却器も、このように一応化学用の冷却器をおすすめします。沸騰の方が順調に進んでいますが、まだちょっと降りてきてないですね。ここでちょっと、タイマーについてご説明します。
この蒸留機、私の蒸留機、当社の蒸留機は、非常にセンサーで安定していますので、タイマー設定が可能です。つまり、例えば1時間、まあ、私の例をとれば1時間で 250cc 取るとして、このように沸騰から全てタイマーでセットして、1時間後に自動で切れると。これで約だいたい220から 250cc を間違いなく取れてきます。水温の関係で若干遅れることはありますが、まず間違いなく、決められた形でできます。ただこれはですね、そのタイマーをかけたからといって席を外す、その現場にいないというのはあまりお勧めしません。特に取説なんかでも、必ずついてくださいと。何かあった場合ですね、対応できないのでついてくださいというふうに書いておりますけども、あ、ちょっと色が変わってきましたね。蒸留が始まってきました。必ずいてください。私の場合は仕事とか、他にも蒸留機を回す関係があるのでタイマー設定をしているのと、万が一ヒーターが異常加熱でセンサーが働いて、全切断のヒーター働いた場合でも自分で直せますので、費用は特にかからないんですが、万一そういうことがありましたら、購入いただいた皆さんの方修理の方になりますので、あまり、おすすめはしません。ちょっと席を外す程度の時にも安心ということは安心なんですけども、タイマーがありますとですね。ただそれだけ安定した蒸留が可能です。電気とヒーターとセンサー、ちょっと見ていただいたら分かると思うんですが、初期の沸騰が終わりました。ちょっと減ってると思います。ビデオ前半の部分の沸騰の、状況とちょっと違うと思います。沸騰の力が弱ってますね。センサーが働いて、加熱が十分いったので、初期の、まあ、いいものですね、送り込んでしまったというふうに判断してるみたいですね。温度が一点保って、ただ沸騰が止まってるわけではなくって、100度沸騰を安定してると。最初の段階では、強く出るように設定してますので、それで一気にいい部分ですね、それを抜いてしまうと。そしてこちらの方蒸留が始まってます。ちょっと今日は見にくいですね。その空気中の湿度が高いのでちょっと見にくいです。あ、ただまあこれちょっとずっともう降りていってますね。沸騰が始まれば、蒸留の、最初の一滴が入るまでは比較的早いと思いますね。他のメーカーさんのもいろいろ試しましたけど、うちの方が 400W の割には早いと思いますね。沸騰が安定してきてます。本来この程度の沸騰で十分蒸気が出てゆっくり回収ができているという形なんですが、このセンサーは、まあ、一応企業秘密なんで設定の仕方とかは、まあ、ご説明はできませんが、この沸騰量を見ていただければある程度わかると思います。センサーでその沸騰を止めてしまうということになるとまた違う状況になりますので、沸騰を止めてはしまわないんですが、温度を下げると。でそれでその温度を維持するということですね。で100度は100度なんですが、その沸騰量に違う、蒸気の発生量に違いがあります。色がもう変わってしまいましたね。初期のいい香りのものは全て蒸気になって出てると。もう下に溜まってきてますね。この状態で、基本
は、1時間、太からですので45分で 250cc 約取れていきますけども、もう少しまた温度が下がっていくと、はい、落ちてますね、温度が上がっていくと思いますが、ほぼもうこの沸騰力で間違いはありません。まあ、コーヒーサーバー、コーヒー細胞の場合はこのような沸騰はしませんので、これでもお分かりいただけると思います。壊れたからといって同じものを購入して設定されても蒸留はできませんのでご注意ください。修理も私どもでやりますので、本当に安いというよかどうかは別にしまして、きちっとした設定ができますので、ぜひ修理はご自分でされないように、まあ見ていただいてもね、センサー関係は同じ形をしててもわからないですからね。これは本当に側とサイフォンを立てる機能と、パーツ類ですね、使ってますけど中身は全く違うので、コーヒー用にももちろん使えません。これ専用です。針葉樹系は私ども特に力入れてまして、森林浴系ですね、ですから、沸騰のデータなどもたくさんあります。あ、沸騰じゃない、採取ですね、採取のデータなどもたくさんありますので、そういうのも研修などでは、講習ではですね、いろいろ勉強していただいて、これで出たものをしばらく家で保管し、そのままですね、匂いが落ち着いた段階で、精製水などで、天然水でいいんですけど、薄めていただいて、ハーバルウォーターとして、まあ、もちろん販売もできますけども、薄めずに販売ですね。薄めて使用するのに、その超音波式、加湿器ですね、をおすすめしています。超音波加湿器が、だと、それが空気中に出ます。ただ、湿度の高い時にはおすすめしませんが、抗菌作用が強いので、カビが入るということはないようですね。本当にカビの防止にもなるようですね。蒸留の出方がちょっと見にくいかな。十分冷えてるので圧力管理がしっかりできています。ここで冷えますので、圧力管理ができているので、あまりここのバルブから蒸気が沸騰して出てくることがありません。まあ、いい傾向はいい傾向なんですけどね。またそこの蒸気が出るということは、まあ、あまり良くはないのかな。ちょっと沸騰力上がってきましたね。ちょっと上がってます。これからこれが、蒸留のスタートですね。スタート、この結露を見ていただいても分かると思います。今日は蒸し暑いです。それでこの蒸留器を使うともっと暑いです。今日はもみをあと2回蒸留させます。大型の蒸留器、真空蒸留器を使ってもいいんですが、と言いましても1キロもありませんのでね、大型の場合は少なくても10キロ程度ないと、コストが合わないのと取れないというのが正直なところですね。またその真空蒸留器の方の稼働状況もおいおい YouTube 通してアップさせていただきます。ちょっと他とは違う二重の最終タンクとか、ちょっとオリジナルの考え方が入ってますので、ちょっと凝った蒸留器ですね。ちょっ
どんどん上がったりちょっと下がったりとかしながら調整しているようですね。センサー上手に働いてますね。以上前半です。すぐ後半にまたつなげます。後半です。フット力は若干上がってきてますね。現在約 200cc 弱、190cc ぐらい取れてきてます。この渦巻き状の蛇管の中をウォーターが流れているのがお分かりいただけると思います。特にもみは、蒸留が難しいように思います。後の管理、もちろんそのウォーターの管理ですね、温度管理的なもの、まあ、正確に管理しているわけではないんですけども、その管理的なものと、それと、採取してから、その時間的な表現は難しいんですが、早く蒸留をする方がいいように思いますね。そのまま置いておくと、品質が変わりやすい、劣化しやすいように思います。ヒノキなんかはね、比較的切って後でも大丈夫なようですけどもね。特に私どもはヒノキなんかもそのウッドではなくってリーフを使いますので、ちょっと神経質になるところはあるんですけどね。音だったらね、ちょっと長く置いても匂いが変わってないように思いますけど、ただリーフの方が新鮮なというのか、鮮烈な匂いがしますので、そちらがいいですね。蒸留すぐというのはどうしてもその蒸したような青臭さというかが残ってしまいます。その後時間とともに酸化して、香りが安定してきますので、それまでの管理が大変だと思います。特に暑い時期はその後の管理もされた方が日持ちがいいと思いますね。全く何の調整もしてません。沸騰がちょっと上がってきましたね。自動で温度調整で、センサーが起動してやってくれます。ですから、準備だけきちっとして、環境だけ整えればどなたでもできるというのがこの蒸留機のメリットですね。難しくないということですね。他のメーカーのことはちょっとよくわからないんですけども、この機器で言えば枯葉臭とか、焦げっていうのは本当に失敗した時、下に焦げつくほど煮詰めた時とかですね、そういう以外はしたことがありません。そう、高温で採取が必要かというと、そういうふうにも思いませんね。今のところで十分なハーバルウォーターが取れていると思っています。センサーは決して100度でセットしているわけではないので、センサー自体はもっと高温なんですけども、水温が100度前後で安定するように